はい始まりました「石門ジャップ TV」より今週もやります「週刊 J2」のお時間でございます 今週はえっと3月初めのゲーム、2023年 J2 リーグ第3節を簡単に振り返り、あーだこーだぼやいていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速、2023シーズン J2 リーグ第3節の試合結果順位表等はこの通り、<laughs> 今節を一言で表しますと、あれ山形、藤枝。一方、 大分が唯一の3連勝とありまして、開幕から2連勝中の山形、藤枝、大分でありますが、その中でも山形は圧倒的。一方、藤枝は J2 初年度でワクワクする躍進の中、その山形を止めたのは岩田、一方、藤枝を止めたのは秋田ということで、意外にもあっけなく連勝ストップ。 その一方、大分がこれまで全て3試合1点差ゲームと、まあ、粘り強く勝利により、単独の首位となっております。まあ、そんな大分はやっぱ戦力はモフシーズンかなり抜けましたが、まあ、片野坂体制からま継続路線で下平体制もま2年目のシーズン、やっぱり積み上げてきたものがあるチームが強いことをま象徴する今節またその積み上げつながりで言いますと、秋田の4位も見逃せません。まあ、未だこの J2 リーグ 唯一の虫。 点チームと、まあ、戦力が大きく入れ替わった秋田でもありますが、これも、吉田、監督体制、確か4年目のシーズン、やっぱり積み上げてきたものがね、やっぱり違います。あと、まあ、その積み上げに反して、まあ、大型補強を実行した町田も、まあ、なんだかんだ2位に浮上と、まあ、開幕前から大成功するか、まあ、大失敗するかと意見が分かれる町田ではありますが、ま、さすが、黒田監督といったところでしょうか。まあ、高校もプロも彼には関係なさそうで、まあ。 まその一方、まあ、町田と対戦した金沢に関しましては、まあ、唯一の3連敗と柳下大成7年目のシーズン、えー、もうそろそろ交代だろう感を感じるのは私だけでしょうか。また他では岩田と熊本がね、今季初勝利により、まあ、注意陣に組み込んでおります。また、現時点ではやっぱ清水をはじめ、まあ、徳島、岩木など、まあ、上位進出を予想する声が多いチームらも含めて、まあ旧チームが未だ 勝利なしの第三節となっております。そこで次。 各試合結果等の中から気になる試合をいくつかピックアップワードをもとにあーだこーだ覚えいていきたいと思います。まず早速取り上げたいゲームとしましては、岩田 VS 山形。2対1で岩田今季初勝利。一方山形今季初の敗戦ということで、まあ、開幕から絶好調の山形を抑えた岩田。さすが昨シーズンまで J1 リーグにいたチームおよび戦力をほとんど残しただけのチームはあると思います。山形の良さをね、まあ、本当出させなかった ですし、まあ、快速特急イサカゴを、ね、伊坂城を全く発動させなかった岩田やしたたかでありました、また、えー、ゲームに関しましては、まあ、前半38分、まあ、ジャーメイン・両選手が PK を沈めての、えー、先制、まあ、そこに対して、えー、山形としては、えー、後半29分。 ま、小西選手のキックがさえ渡っておりました。まあ、ニアサイドで野田選手が合わせて同点。まあ、ここまではね、えー、まあどっちがわからない、まあ、一心一体な攻防になりそうだったんですが、ここ、まあ、5分後、後半34分、この岩田のですね、カウンター、まあ、リカルド・グラッサ選手が、よく最後までですね、前線まで駆け上がったと思います。まあ、松原選手からリカルド・グラッサ選手、そしてリカルド・グラッサ選手が、松本選手に折り返し、まあ、松本選手が、まあ、 後藤選手がね、瞬時に飛び出していたんですけども、足元に入ったボールをうまくタッチしてゴールにねじ込むと、ここあたり松本選手、この際どかったところなんですけど、よく押し込んだと思いますし、このリカルド・グラッサ選手がね、後方から約60メーターぐらいですね、運んでいきましたので、これが本当に、この前線で岩田が6人、山形が5人と、数的有利を確保できましたので、まあ、そりゃ、ずれる人数が出てくるわっていうところで、そこでずれたのが、 サイドバックの松本選手が中に入ってきてとていうところのここをずれをうまくついた形で岩田が決勝弾、また他でちょっと気になったのはやっぱ岩田、ドゥドゥ選手もね 徐々に馴染んでる印象もございますので、あとはまあ杉本健祐選手がね、取ればっていうところで岩田、まあここから、えー、なんか一気に連勝劇を積み重ねていきそうな、まあそんな気がする、えー、校長山形に対する勝利。まあ一方山形に関しましては、まあ最後やっぱキックがね、再三再渡っていた小西選手、まあゲームの展開としては岩田にいいところ潰されましたが、とはいえね、やっぱセットプレーで点取れるのはやっぱ強いチームの証拠。まあ小西選手の最後ポスト直撃のフリーキックダウン、これ結構ポストのね、内側にあった 当た,ってたんですけどこれが入らないあたりは岩田は持ってるとともに山形としてはえまあかなりあのショックな敗戦にはなると思いますがまあ良さを消されたからといったらセットプレーもあるっていうところを見るとまあ山形の多彩さが見える内容だったとともにやっぱり岩田、今季それなりにやってくれるんじゃないかなと感じたえーゲームでもございましたそして次千葉 VS 群馬。 2対2のドローと千葉へ2試合連続ホームで勝利なしと、うーんこのベテラン勢が足を引っ張った印象がございます。まあ、開始早々3分、竹選手にまあこぼれ球を押し込まれた形となりましたが、その前サイドの長倉選手のまあターン、まあ、これも素晴らしかったんですけど、鈴木選手が置き去りにされ、かつ、その中でまあ天笠選手のシュート、これがね、ちょっと千葉の選手に当たったところはあったんですけども、荒井選手と弾くところが、 うん、ちょっと結果的に竹選手にアシストするようになった、この、うん、弾きっていうのは、あちこちも,もったいないなと、まあ、結果竹選手の先制弾となり、その後、まあ、26分、新井選手、まあ、挽回する、まあ、上セーブ。まあ、これも中倉選手が、まあ、セットプレーのこぼれ玉をあの、まあ、抜け出し、あのキーバードの1対1。これも完全に長倉選手、これ決めてればね。 群馬としては、まだ異なった結果になったんじゃないかなと思いつつも、荒井選手、ま、挽回の片手の上セーブが光り、今、千葉としては追加点を与えず、まあ、そんなところで、えー ピンチの後はチャンスありといったところで、まあ、35分。まあ、この小森選手の3試合連続ゴール。これは本当に素晴らしかったです。まあ、小森選手にくさびパス入った瞬間、ちょっと群馬の選手に取られるんですけど、またプレスから奪い返し、ここから中に切り返して、このくしびき選手がちょっとね、クロスを警戒したところ、ニアサイドにねじ込む小森選手。これ手前でね、多分シュートに切り替えたと思いますので、これは素晴らしかったとともに、個人的にはくしびき選手のね、ちょっと、まあ、モーションがちょっと 大きすぎたのと、かつあのユニフォームがね、ちょっとピンクやったんで、これ結構重要やったりするんですけども、ゴールキーパーのユニフォーム、えー、このやっぱピンクのユニフォーム、かつね、巨漢のくしびき選手がね、多分この間接視野で小森選手に入ったと思いますので、そういったところも少なからず、まあサッカー経験者の一門ジャップ的にあるんじゃないかなと、なのでサッカーのユニフォームはね、個人的に緑の、特にゴールキーパーに関しましては、するべきかなとも思いつつも、えー、このくしびき選手のモーションがですね、小森選手の間接視野に、 え、入り、この切り替えてのシュート、これは本当う上手かったですし、まあ、小森選手、まあ、ゴールパターンも多彩ですね。開幕戦は、あの、えー、こぼれ球、あ、あ、大に反応し、そして2点、えー、第2節に関しては、ショートカウンターからのドリブルシュート、そして、えー、この第3節に関しては、切り替えしてからのゴールキーパーの動きを見てのシュートでもございますので、えー、3試合連続、まあ、唯一のね、えー、 ゴール上げている選手ということで、千葉、の、素晴らしい大卒の選手を獲得したとともに、改めて桜川ソロモン選手をね、出した理由を納得させられる小森選手の活躍だったと思います。え、と合わせて、えー、まゴールキーパーのユニフォーム、まピンクじゃない方がいい説をね、個人的に唱えながらも、ま前半47分、ここは、え、群馬が勝ち越しと、まぁ、尾選手のね、まお馴染みのフリーキックを合わせのヘッドダウンも、 肌尾選手は絶対、あの、年間でね、えー、2得点は硬いぐらいに、ね、セットプレー合わせる能力は高く、えー、群馬が、えー、リードで折り返した後半、まあ、61分ですね、えー、椿選手の、このビルドアップはめてね、即シュート、これ、細貝選手が奪われたところなんですが、これもね、えー、串引き選手のポジショニングが悪すぎたと言いますか、まあ、ゴールがね、どこにあるかっていうのを、うん、理解した上で動かないといけませんので、まあ、ビルドアップの部分で自分が受けようとしたんでしょうけど、 元外選手の体の向きも、うーん結構まあ前向きになってたし、そういったところを見てももうちょっとゴール寄りに行かないと、ここあたりはまあポジショニングの悪さが非常に、えー、気になったときに1、 で一 1>, 1失点目もでし、2失点目もしっかり、えー、そして、もうユニフォームも色もまあ気になったりと、まあ、やっぱゴールがね、どこにあるか察知するかっていうのは、セーブ力が、ね、あっても、やっぱりゴールを中心にポジショニングをね、えー、気にしないといけないゴールキーパーでもございますから、くしびき選手といろいろと反省材料が多いなと、まあ、思いつつも、まあこの同点、まあただ、えー、群馬としてもね、まあ中倉選手が結構このゲームチャンスが多かったんですけども、最後高橋選手はね、まあスライディングで阻まれたりと、えー、群馬としては結構勝てそうなゲーム、ただ、 千葉としても、まあ、最後、田口選手の、ね、ロングシュート入っていただいているところですが、まあ、ここは櫛、ね、引き選手の、ね、えば挽回するセービングがあったりと、まあ、どっちもどっち、まあ、守備も攻守のよりもどっちもどっちという、ねまあ、そんな結果、それがまさにスコアの2対2に現れているそんな印象がございます。 えそして次、金沢バーサス町田1対2で金沢敗戦一方町田勝利いやさすが黒田監督と言いますかやっぱ町田も完成度高いですねまあその後これ前半10分、まあ、平川選手の抜け出してのかわしてのシュートこれ素晴らしかったですねまあエリキ選手が、まあ、ペナルティエリア付近で、まあ、中央でボールを持ちここで下田選手が受けたわけですけども中間ポジションで下田選手が受けてからのこの間をついての、まあ、平川選手 と相手のディフェンダーギリギリのところの,このパス、もまさに平川選手にまあ剥がして、そのままシュートを打てとね誘導するかのようなこの絶妙パス、やっぱ前線だからこそね出せるこのまあリスキーがありつつもまあゴール前でもありますので、そんなリスキーではない、本当にえまあ平川選手をお膳立てするようなこの絶妙なパス、下田選手、さすがでもありますし、また平川選手、やっぱ勢いすごいですね、ね、まあ、この得点もすごかったとともに、その後のまの直後、43分ぐらいだったかな、えー、高速ドリブルからのクロスも 含めて平川選手、マジで速いとともに、ちょっと金沢の選手の、まあ、対人能力もちょっと軽さもね、えー、個人的には気になりながらも、まあ、その中でも金沢、バイー選手、まあ、左サイドバックの選手、 かなりクロスの精度いいですね、まあ。バイヤーの選手がね、合わせるヘディングシュート、これバーに当たりましたけど、まあ、それ以外もえ、バイヤー選手のこのクロスの精度がね、非常に印象残りまして、ね、今後ちょ、っと金沢にとってはこの得点源になり得そうな、えこのバイヤー選手のクロスへかなりですねえ、期待度今後高くなると思いますし、またこのバイヤーの選手がね、毎回もか1本はね、えー、なんかチャンスは来るんですけども、チャンスが1回だけやったらね、なかなか、えー、難しいところだね。ただフォワードの選手だったらその1回に 集中して1点を取れればこれから乗っていきそうなだけにバイヤーの選手毎回毎回惜しいそんな第3節までのバイヤーの選手のこれまでのチャンスの数々という印象がそろそろ決めてもらいたいところではありますがそんなところで決めきれていないと最後、ロスタイム町田の荒木選手これカウンターで確かに稲葉選手がインターセプトしてからの沼田選手からの折り返しに最後、荒木選手が沈めると。あロスタイム で2試合連続2試点これ金沢え、前回のあの大宮戦と全く同じで0 1リードからちょっと前がかりに行ったところまあ、このカウンターでやられてしまうあたりは2試合連続同じことをやってしまっているあたりは柳下監督の修正力が気になるとともに、まあ、前年もね、えー、5試合連続3失点差の敗戦もございましたがちょっとこのまま金沢、えー、ずるずるいきそうだと思いながらもここはただロスタイム、まあ、同じロスタイム内で、まあ、林選手の振り向きざまのシュートで、まあ、1 一点、ま、返すと。まあ、ここあたり。 エースの初得点は、朗報と共に、まあ、柳下監督個人で見ると、ちょっと修正力は、え、疑問しせざるを得ません。で、またその一方、町田に関しましては、やっぱ黒田監督、さすがでございます。やっぱ高校年代で選手がね、ま、毎年毎年入れ替わりながらも、長年結果を出し続けた監督でもございますから、やっぱ彼にとってね、え、高校とプロの壁は、やっぱそこまで感じてないと思うと共に、ま、補強の目玉であるエリキ選手とリューク選手、あとは、ま、高橋大吾選手をまだ得点を上げて、 ない状況下で、まあエースはね平川選手というまあそんな状況まだまだね伸びしろがある町チまあ黒田監督指揮する町チちょっとまだまだね、えー、まあ楽しみなチームっていうことを感じさせるまあそんな結果だったのではないでしょうか。そして次大分バーサス栃木1対0で大分勝利、一方栃木敗戦。まあ大分は唯一の三連勝、一方栃木は二、えー、連敗としかも枠内シュートゼロ、まあチャンスらしいチャンスはなしと。 非常にストレスが、えー、溜まる展開だったと思うとともに、まあ、それを象徴するのが、やっぱり大分のビルドアップに対して、どうしても栃木、まあ、後手後手後手となっているので、アフター気味のファールが多く、まあ、大分にとっても、ね、非常にストレスが、えーまあ、結構のしかかったゲームだったと思いますので、まあ、結果0-0で、えー、追いそうな状況ながらも、まあ 後半、最後あたりはね、ま、シゲ選手のポスト直撃のシュートもあったりと多いたが、やっぱり、周囲にいるチームらしく、やっぱ自力を見せつけたものの、まだっただ得点を入らず、ただ、ここあたり、フリーキック、最後、まあ、途中出場の高畑選手が、まあ、ペナルティエリア、ま、右の角っこから、え、フォアサイドを射抜く、この直接フリーキック、まあ、あの、直接狙ったのかわからないです。まあ、おそらく狙ったと思います。まあ、これが入るあたりは、ま、さすが、え、周囲チームといったところでありますし、まあ、かなりストレスをね、え、感じた 多分大分としては報われた1対0の勝利、まあ、および、まあ、栃木に関しましては、やっぱ、枠内シュートゼロで、まあ、ここは必然の敗戦だった印象もございますので、えー、ちょっと栃木はちょっと重症感を感じつつも、まあ、その一方、大分に関しては、えと、ー、下平大成、まあ、2年目のシーズン、まあ、 長沢選手やサムエル選手といったポイントゲッターがまだ活躍してない状況下でも、この3連勝は今後まだまだ伸びしろがあると思いますし、デブラン選手もね、今節は出場なかったので大分の自力をまざまざ感じさせられる勝利だったのではないでしょうか。納得の周位だと思います。そして次、今節最も注目試合を1試合取り上げていきたいと思います。 藤枝 vs 秋田0対1で藤枝敗戦一方秋田勝利、まあ、藤枝はこれにて開幕間の連勝が2でストップと一足早く J2 に昇格した先輩の秋田にその J2 の洗礼を浴びせられるえこの無失点による敗戦、まあ、秋田 J2 リーグ内においてる、まあ、クセモノ枠を示すそんな勝利だったのではないでしょうか、まあ、ゲームとしては、まあ、前半15分やっぱ藤枝のミスを逃さない秋田、まあ、藤枝の クリアミスを拾って てからのえー、このハーーフスペースペあたりでで三角形をですね、作ってからも斉藤選手が抜け出し、この斉藤選手からの、まあ、高速クロス、まあ、これは本当に鋭かったですし、まあ、それに合わせた、まあ、フォアサイドで合わせたこの飯尾選手、これもよく合わせたと思います。そんな、まあ、電光石火の先制団で藤枝としては、えー、出花をくじかれた形に、またそれに合わせて飽きた、やっぱりガンガン前から行く姿勢、まあ、この斉藤選手のカウンターで抜け出したこのキーパーとの1対1、まあ、それは外すんかいと言わしめるな。 これもまた斉藤選手らしいと言いますか相手は苦しめつつも 肝心なところは、ね、ちょっと決められないあたり、まあ、そんな斉藤選手らしさを、ね、感じつつも秋田としては、えー、前半、本当は2点リードしたかったところなんですけども、まあ、1 0っていうところもちょっと秋田らしいと言いますか、まあ、そこから後半に関してはやっぱこのゲームやっぱスタイルウォーズ、まあ、それを示すね最終的には714本の藤枝のパスに対して秋田は233本、まあ、後半はやっぱり左サイドから右サイドからも藤枝、チャンスを創出していたと思います、まあ、特にに横山選手がボールを持った時は本当にワクワクさせられます。 この横山選手からね渡辺選手のこのホットライン、このヘディングダウン、渡辺選手決まらずということで3試合連続ゴールならず、でまた一方、右サイドからはこれやっぱ左右の,この両ウイング、まあ、右の久保選手から左の榎本選手のボレーもございましたが最終的に秋田が耐え抜き、秋田が連勝と。 昨シーズンの終盤の4連勝から今シーズンの2勝1分けとは、北のやっぱ強さは、本物だと感じさせられます。でまだその一歩藤枝に関しましては、やっぱり埋設、埋設、ちょっと怪しいシーン、やっぱり失点に直結しそうなミスがですね、埋設、あの、目立つところもございますので、この破れてからの時節の試合、こと須藤監督がですね、どう修正するのかも含めて非常に気になるところでございます。 また、これはゲームとは関係ないんですけども、前節、のホーム開幕戦において、ま、あの、長崎に対して、2対0と J2 初勝利とね、話題性がね、え、上がりそうな、え、勝利の後のこの1週間後、まだホーム2年生の2戦目に関しては、え、前節が確か2600人ぐらい入ったと思うんですけど、そこから2020にここが減ってしまうあたりはね、え、ちょっといるとクラブとしても、ここあたり今後、力を入れないといけないとね、非常に感じるところでもございますので、せめて私のね、え、チャンネル登録者数は、 3800人ぐらいいるんですよこれはね、さすがに超えないとね、えー、まあ、今後ちょっと清水や岩田、まあ、この静岡勢にね、追いつくのはなかなかちょっと難しくなると思います。ここあたりはちょっとクラブとしていろいろと PR の分は、えー、考えていかないといけないと個人的に感じた次第であります。そして次、今節のサプライズ結果時代を1試合取り上げていきたいと思います。熊本 VS 大宮3対0で熊本今季初勝利。 大宮敗戦と大宮前節の初勝利、金沢戦からのこの連勝をならず、一方、熊本に関しては、まあ昨シーズンに比べるとメンバーがかなり抜かれましたが、残った選手の存在感、特に竹本選手と平川選手が圧倒的でもございました。まあその中で前半27分、島村選手の J2 リーグ初得点、これをアシストした竹本選手、やっぱ中間ポジションでボールを受けてからのこのアウトのスルーパス、これはマジでエグかったです。 島村選手の足元に絶好な形でボールが入り大宮の選手のディフェンダーの選手がちょっと遅れ気味でカバーに入ったので島村選手はちょっとずらしてからのこの右45度からのこのシュート島村選手らしいねテクニカルなシュートこのタイミングを外したシュート見事でありましたし島村選手、ここからですねやっぱり技術力はね本当高い選手でもありますのでサンガーアカデミー出身の選手ということもあり個人的に本当に気になる選手で技術力はね半端じゃないものございますからこのゴール きっかかけににに島村選手がえブレイクすするるのかも含めてででね非常に気になるところでありますでまたそれに合わせて5分後、この平川選手のま追加点、ま、これもねえ、竹本選手が中間ポジションでボールを受けて、ちょっと相手の選手を引き寄せるように、ちょっとねえ、外に開きつつボールを持って、ここをね、竹本選手がまあの平川選手に折り返したわけですけども、ま、平川選手、この狭いところでのこの冷静なターン、ちょっと体の向きを変えただけでね、相手のディフェンダーをこの欺く、この冷静 精査いや、本当にうまかったですし、もうこの後も余裕のシュート。 まあなんとなく開幕前から予想できた平川選手と竹本選手を軸とした攻撃、まあそれが遺憾なく発揮された、えー、初勝利だったのではないでしょうか。またそれに合わせて、まあ後半ロスタイムに関しましては、都田選手の押し込み弾等を含めて、まあ今後に期待がですね、えー、持っている、まあホームでの3-0の解消だったのではないでしょうか。またその一方、大宮に関しましては、まあ前節の金沢戦の勝利からの、まあ、連勝ならずということで、やっぱり核がある チームに対しては、大宮、えーまあ、2失点して以降はちょっとサイドを制圧する部分はありましたが、えー、やっぱ決定的なところを決めきる選手の不在はですね、まあ、今シーズンもかなり苦戦を強いられそうな、まあ、そんな気がした、この第3節の敗戦という印象がございます。 そして次、今節のベストゴール誕生試合を一試合取り上げていきたいと思います。もう今節はもう迷いなくこのゴール。長崎バーサス清水1対1のドローとなったゲームから、清水のフォワードディサロ・ワキラ・シルバーの選手の、今季初得点及び同点弾を選出。もうこのゴール以外、今節のベストゴール認定はもう間違いなくありえません。もうこのゴール見てね、思わず声を上げない方はいないっていうぐらいこの 衝撃的なゴールでありました。まあ、ゲームとしてはね、まあ、前半39分、高橋選手のクロスに宮城選手が折り返したところを、まあ、川崎選手が押し込んで、えー、先制だ。まあ、長崎にとってはね、えー、仮入れ監督が、えー、シーズン途中から昨シーズン指揮してからのですね、もう約1年間ね、まあ、ホームで勝利がないところからのね、えー、今節ようやくホームで仮入れ体制初勝利になるかっていったところで、それがこぼれる、えー、このディサラ・キラ・シバーの選手 この暴力かと、ね、言わしめるようなこの得点、これは清水のサポーターはもう思わずガッツポーズとともに長崎のサポーターに、ね、は沈黙案件と言っていいでしょう、まあ、それ以外のサポーターにとっては、ね、もうおそらく、うわっとか、えとか。<laughs> バーとかね、多分そういった声がね、上がったと思われるこのゴール。まあコーナーキックのね、まあこぼれ球からです。まあ、西澤選手がね、まあ、このこぼれ球を拾ってクロスを上げれもこれ、会計選手がクリアし、そこからね、えー、山原選手がクリアするかのように前線に供給し、これ、ペナルティエリア外で待ち構えていたディサー・キラ・シルバーの選手がこの胸トラップからの、このペナルティエリア外から振り向いて、しかも逆足、左利きのディサー・キラ・シルバーの選手が右足でこの、 もう一振りでね、ゴールキーパーの頭上言い抜くこのドライブシュートでもございますが時間帯等も含めてね、えー、このうまくミートさせたとともに集中力がね、やっぱ違いますねっていうところで、まあ、チアゴ・サンタナ選手をね、えー、途中で下げてディスラッキラ・チリバノ選手を残したのが、これこう、構想したこのえげつないこの同点弾、まあ、お互いにちょっと調子上がらずチーム同士っていうところもあり、まあ、課題はちょっとまだまだあるところではあるんですが、まあ 特にやっぱディスサーキラ・シルバーの選手が得点を取れたとなってくると、ここからねちょっと量産体制に入ることができれば、清水としては非常に大きい材料になるんですが、ただ、チームとしてのやっぱ崩しの部分では、このスーパーゴールに頼らざるを得ないあたりは、清水はちょっとまだまだ重症だと思うとともに、ただ、ディスサーキラ・シルバーの選手個人としては、ここから量産体制に入っていきたいところ、それをねえ期待せざるを得ないぐらいのねスーパーゴールでもございましたね、このゴールはもう選出せずにはいられません。 また一方、長崎のサポーターにとっては、もう久々のホームでの勝利をね、お預けとなった、あまりにもね、トラウマに残りそうなゴールでもあったと思いますので、そういった意味でもね、印象に残るゴールだったと思い、選出させていただきました。 そして、次、最後に、次節の第4節、注目試合を1試合取り上げていきたいと思います。清水 VS 大分。開幕から3試合連続ドローの清水に対して、開幕から3連勝中の大分。まあ、両チームとも直近までね、やっぱり J1 に所属していたチーム同士ということもありますので、ハイレベルな戦いが繰り広げられること間違いなしだと思います。まあ、清水としてもね、第3節にて、ようやくね、あの、今季初 得点も取りましたので対戦相手も大分となってくるとやっぱ選手の能力がね上がれば上がるほど清水もやっぱポテンシャルが引き出される可能性もございますので清水の暴力的な戦力がここに来てですね爆発するのかそれともそれを引き出させないまあ、大分のね支配率が誇るのかも含めてですねこの清水と組織力の大分ここのね構造も含めてどっちに先黒星をねつけるのかも含めて楽しみなゲーム ででもありりまますので取り上げさせていたただきましたそして次最後に個人ランキングの方を取り上げていきたいと思います得点ランキングに関しましては千葉のフォワード小森選手が唯一の3試合連続得点中と藤枝の渡辺選手の3得点に並び得点ランクトップタイとなっております そして一方、アシストランキングに関しては、特に変わらずではあるんですが、町田の下田選手が2アシスト目と、ここもアシストランクトップタイ合わせて、熊本の竹本選手に関しても、今節、おそらくね、2アシストと記録されている可能性もございます、ね。ここあたりアシストランキングは2アシストで、トップタイがかなり混戦となっております。 以上、長くなりましたが、2023年シーズン J2 リーグ第3節のえ簡単なレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント及び Twitter の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。